皆さんこんにちは、デジマクッキングのチョです。今回は甘ったトマトソースで中華風トマトスープの作り方を紹介します。10分以内にしっかり美味しく作れる一品です。ほうれん草を買うときに幅は厚くて葉先までまっすぐ伸びて濃い緑をしているものを選んでください。根元のピンク色が鮮やかであることも目安になります。冬のほうれん草の方が寒さに耐えれば耐えるほど栄養価が増すと言われているため、夏のものより味が良くてビタミン C は約3倍も多くなります。ほうれん草の根を切り落としてから軽く洗ってください。鍋に水を入れて沸騰させて、ほうれん草を入れて1分ほど茹でたら取り出してください。ほうれん草の炒め物や和え物を使う場合は、根元の部分を先に入れて30秒茹でてから、葉っぱの部分を入れてさらに30秒茹でたら取り出してください。ほうれん草はアクが強めなので、調理する前に茹でてから使った方がいいです。茹で上がったら水に入れて冷ましておいてください。お椀に卵2つ割り入れてください。塩を加えてお箸でよくかき混ぜてから置いてください。長ネギは斜めに薄切りにしていきます。トマトソースはなるべく化学調味料や着色料など食品添加物を含まない無添加なものを選んでください。冷ましたほうれん草を取り出して、余分な水気を絞って根元を揃えてください。根元を少し切り落としてから、4、5センチ幅に切っていきます。鍋に油をひいて中火で熱したら、長ネギを入れて香りが立つまで炒めてください。香りが立ったら、トマトソース大さじ3入れてください。無添加なので分量はお好みで加減してください。トマトソースの水分がなくなるまで炒めたら、醤油を少し加えてください。炒め続けて色鮮やかで旨味が濃縮されたソースができたら、ぬるま湯を注ぎ入れてください。各材料の分量は下の概要欄に書いてますので、ご参考にしてください。一煮立ちしたら、水溶き片栗粉を少しずつ入れながらかき混ぜてください。薄いとろみをつけてください。とろみをつけたら、ほうれん草を入れて再沸騰するまで茹でたら、強火にして溶き卵を回しながら流し入れてください。溶き卵が固まるまで触らないようにすると、ふんわりと仕上がります。軽く混ぜたら出来上がりです。卵のコツは強火でふわふわに仕上がって、弱火でトロトロに仕上がります。お好みでアレンジしてください。器に盛り付けて白胡椒とごまをかけたら完成です。塩の分量はお好みで加減してください。トマトの価格が高い時にも、トマトソースでも作れる濃厚なトマトスープです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。